屋の車の話始まりました。はい、始まりましたね。始まりましたね。まあ、あれですね、街を見てると、うん、車欲しくなりますよね。やっぱさ、何なんですかね、車好きだからしょうがないんだよね。本当ですよね。2パターンありません。なんか一つの1台の車を長く乗ってる人と、ほらほら、僕はね、しょっちゅう買い替えてるじゃん。そうなんですよ。どのぐらいのペースで買い替えてます？半年ぐらいで買い替えてるよ。そうですよね。そうなんですよ。浮気症。浮気症。そうなんですよ。確かに。俺はずーっと86。ずーっと86。確かに。ずーっと86。もうね、この年だから、とりあえず、あの、新しい車買ってないと死んじゃうから、死ぬ前に、じゃんじゃん乗ってやろうと思ってるんですよ。いいでしょ、だけど俺は1台をこう仕上げ、コツコツ仕上げていくのが好きなんです。確かに。やっぱりそれは違うところだよね。土屋さん、今あの俺は86よっておっしゃいましたけど、やっぱ86ですか？あのね、出たばっかりの1983年は全然大したことなかったの。はい、うん、ね、はい、そこから TRD がレース用、ジムカーナ用、ラリー用、ダートラ用って部品を作ったの、うん、これをこう組み合わせるわけよ、レゴブロックみたいに、うん、そうするとフェラーリやっつけてやるってなっちゃう。そんな高い車じゃないですよね、もともと。あ、バカにしたな。いやいや、もともとでも誰でも買える車だったよね。そうそうそう、だって新車で150万だから。 それって自分好みにしていけるっていうのが一番の魅力ってことなんですか？自分色に染め上げてあげようか。なんだその笑い方は。いや、よかったです。今回ですね、はい、本当に86について86スペシャルでいこうと思っております。いいじゃない、いいじゃない。ありがとうございます。あの、佐々木選手はですね、元整備士の知識に裏打ちされたセッティング技術を高く評価され、うんうんうん、2019年にはトヨタガズーレーシングよりニュルブルクリンク24時間耐久レースに出場されたほか、86BRZ レースでのチャンピオン獲得、2020年からはルーキーレーシングのドライバーとしてスーパー耐久シリーズに参戦されるなどですね、幅広いレースで活躍されていらっしゃいます。車に詳しいんですよ、もともとが、うんうん、もう整備が自分でできちゃうから、人に頼まなくても全部自分でできちゃう。もともと車好きで整備の方をやってたんですか？僕本当に小さい頃から車が好きだったんですけれども、うん、家が自動車屋さんだったんですよ。自動車屋さんっていうのは何ですか？中古車をやってたんですね。販売店と工場を持ってて、はい、父親がやってたんですけれども、うん、そこによくですね、営業マンがビデオとか、雑誌を持ってくるんですけれども、うん、その時に土屋さんの僕はビデオを見てしまって、はい、そこから土屋さんのファンで、うん、ずっとですね、厄介なファンになってしまいましたね。やはりですね、走り屋のスーパースターなので、うん、はい、僕はそれを見て育ってしまったらこんな感じになってしまいました。はい、トヨタの86の開発ってどういうことなんですか？よくちょっと分からないんですけども、86の開発にどういうふうな関わり方をされてるんですか？今 GR はレーシングドライバーを、何人か要してですね、いい車作りっていうのをやってるんですね。で、いい車っていうのは やはりこのスポーツカーの中でしっかり車を作って、なおかつそれを、いろんな車に展開していこうっていう、体幹を鍛えたり足回りを鍛えたり、うん、エンジンを鍛えたりっていうところに結びつけるために、まずはこうスポーツカー得意な僕らがしっかり車を作るっていうのが始まって、うん、86に関しても、FR の、軽量でスポーティーな車を作りたいっていうところがあったので、しっかりこう AE86 という名前を引き継ぐ車だったので、運転して楽しい、ただ速いだけでは全く86ではないので、運転して楽しい、そしてドライバーがそれを運転して喜びを感じたり、車との対話を楽しめる、そういう車にしたくて、しっかりしたスポーツカーを作ったつもりです。はい、でも86ってね、長い、まあ、伝統あるじゃないですか。 その中でね、新しいモデルを作るってことは結構プレッシャーっていうのはあったんじゃないですか？はい、すごくやはりあって、実は最初に僕が乗った車 GR86 なんですけれども、開発段階で乗った車が、ものすごい出来が悪いというか方向性が違うくて、こんな車じゃスポーツカーと言えない、本当にラグジュアリーカー、スポーティーカーでもない、ラグジュアリーカーでもない、スポーツカーを作るんだっていうのに僕はこうやっぱりこうプライドもあって、はい、
秋尾社長に変わってからトヨタってすごい変わったの、うん、その一昔前我々がその、まあ、10年以上前かな、その試乗するとトヨタって80点主義で良くもないけど悪くもないよねっていうとよく言われてましたよ ねトヨタ80点主義って、うんうん、そうだけどトヨタがすごく変わったの、うんうん、だからこういう人間を重用するようになったんだよねトヨタって。普通はやっぱり担当者からすればディレクターは俺らがこんなお前何年もかけて作った車文句言うんじゃねえよ、そうですよね、あいついらねえよってのが普通なので、佐々木さん4ヶ月間っていうね、前伸びた中でどういうふうにラグジュアリーから今度ピアスポーツにしていったんですか。あの基本的に体幹のところボディのところはしっかりしてたので、うん、それ以外の味付けの部分で、うん、今変えられる部品をどれかっていうのをチョイスして、うん、なおかつ素材から変えてみたり、もちろん、ショックアブソーバー、バネ、スタビライザー、いろんな部分の物種類、そういうのも全部、一個一個見直してですね、そっから見直すんですか、はい、見直しました。大変でしたねそれ。本当にその4ヶ月って多分、会社的にはすごく赤字が出てる、開発が4ヶ月伸びるっていうのは圧倒的なそのマイナスでしかないんですけれども、それでもトヨタ GR は納得する車を出したいっていうあの思いと熱意があったので、86っていうものに対しての思いがですねみんな強かったので、そういう方向に行きました。面白いな。初期型のさ、そのトヨタ86マイナスですね、で BRZ があったよね。その出た時って我々試乗会に行ったけど、なんかちょっと違うなぐらいだったじゃん、うん、でなんかちょっと違う、あからさまに違いがないの、うん、兄弟車だから、うん、でも今の BRZ と GR86 ってまるっきり違う、乗ってすぐ分かるぐらい。あれはライバルになるんですか。そうですね、まあ、仲間でもあり、うん、ライバルでもあるんで、ね、面白いですよね、はい、かそれこそね、まあ、それこそトヨタの威信というかね、それこそスバルはスバルのね意地もあるだろうし、だって 足回りの材質まで違うよ、はい、足回りの材質まで違うから。あ、そうなんですね、はい、うん、それが4ヶ月伸びた理由。深掘りしていくと相当深掘っちゃうので、うん、あのまずは歴史を振り返ってみてもいいですか。86ってなんで86っていうの。そうだよね、車体型式が AE86 っていう車体型式があったんですね、うん、車体型式の、はい、車体型式で呼んでるっていうところで、やはりそれ有名にしたの僕は土屋さんだと思ってて、はい、なんかね、土屋さんが86乗ってるっていう、カローラレヴィンとかスプリンタートレノっていうよりもさ、うん、はい、86って言った方が分かりやすいかな。分かりやすかったです、はい、これが要は一番の原点ってことですね。原点ですよ、これですよ、はい、出た当時はもう時代が FF 化してたの、トヨタ、うん、日産、ホンダって、うん、もう世界のメーカーもそうなんだけど、時代は FF に移行してたのね、まあ、シビックなんかもそうですよね。もちろんそうですよ、うん、だけどトヨタは面白い車を作るっていうので、この FR リジットの足回りで、だけど楽しい、遅い速いじゃなくて楽しい車っていうので出したので、俺はその世の中が FF 化していく中でこの86レースっていうのが始まったんだよ、富士フレッシュマンレースで、うん、でその時にスカイラインターボがライバルではないね、クラス分けがあったから、クラスが違いますよね、そうだけど、それをやっつけるのがもう夢、うん、カローラって意外となんかサラリーマンのお父さんが乗る車だったわけですよね、うんうんうん、そこにそれこそ新しいなんかエンジンを積むことによって意識革命を変えましたよね。そうだよね、うん、それもあカローラかとかサニーか、うん、ファミリアかって言ってた中で一つだけ僕はすごくリアルであの時代に生きてたからよくわかるんですけども、うん、でもある時そんなにお金があるわけじゃない若い人たちがこれを買い出したの、うん、すごくそういう意味で言うとトヨタの意識って高かったなと思いますよね。高かったと思う本当に、うん、だってこの時代1983年ってさ、うん、もうどのメーカーもそうだけどやっぱりそのなんてコスト削減だとかさ、うん、そういうので FF 化していく時代なわけよ、うん、そこにトヨタは一石を投じたわけよこの86っていう。これちなみになんですけど、うん、ちょっと話が若干ずれますが、うん、土屋さんなんか秋田県であの AE86 を28万で手に入れたっていう情報がここに入ってるんですけど本当ですか。本当で28万で買って26年間で1500万かけましたよ。あれ秋田県出身なんですか。秋田県出身。そうなんですか。その車って今の隣の県ですね。俺持ってますよ。ああ、まあそうか。
86手塩にかけて、その当時は20万ぐらいで買えたんだよ。買えたことなんですね。今いくらすると思うこれね。僕先日買ったんですよ、うん、あの白黒のパンダのトレノを買ったんですけれども、はい、500万円でした。500万円。考えられないね。あ、そうね、新車で150万ですよこれ、はい、そうだから今ちょっと異常だよね。異常ですね、はい、500万。はい、すごい。じゃ次の86見てみましょうか、はい、こちら初代86。これ初代86、これ、はい、僕は持ってますよ。見た目だいぶ変わりましたよね。これを作る時って、うん、もちろん秋夫さんの、ね、思いがあったと思うんですけども、うん、これを作ろうとずっと離れてたじゃないですか、何十年も、うん、そうだよね、これを作ろうと思ったあれは何だったんですか、その最大になる思いというか。まずはこの時は、僕はこの時はまだトヨタと契約する前ですね、はい、うん、そっかそっか。もうこの担当者とさ、うん、2009年、うん、もうずっと話してて、はい、どうだったんですか、温めて温めて、うん、で秋夫社長になってから GO が出たの、うん、でこれが出来上がったので2代目の今の GR86、うん、我々、まあ、テリーさんも俺もそうだけど試乗会に行った、うん、行った時に乗った時に、うん、ガワ変わっただけだなみたいなさ、まあ、そういう目で見てたわけよ、はいはい、全然違ったね。これはもう俺が乗ってるこの初代の86って、うん、トヨタ86で今の GR86 ってレクサスが作ったのかっていうぐらい質感が高い。それいつもね、先生に言ってますよ ね、 ね、改めて何が初代と GR と違うんですか、うん、何が違うんだよ。やはりこれトヨタ86なんですね、うん、僕らが今作ってるのは GR86、 まずメーカーというかブランドが違います。バカにしやがったな俺の86。いや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 、 GR ってあ、多分テレビでの方分かんない方もいらっしゃると思うんですけど、うん、はい、例えばほらベンツでアーマーゲーとかですね、はい、ああいう感覚なんですか、うん、まあまあそういうイメージを持ってもらうと近いのかな。 BM だとアルピナとか、はい、やっぱりスポーツカーを作る、メーカーだと思ってもらえればいいのかなというふうに思います。そうそう、その GR が作った86は全然違うんですか。はい、まさにやっぱりスポーツカーを作るブランドで、スポーツカーをちゃんと作ったっていうところが僕らはしっかりプライドを持ってできたんじゃないのかなというふうに思ってます。いやだって乗った時に試乗会に行った時に、うん、この初代から比べたらもうシャーシも違うだろうっていうぐらいしっかり してたじゃない、うん、ボディ構成、はい、ね、そのくらいで足回りも違うでしょ、はい、まるっきり違ったよね。値段も抑えましたよね。そうですね、普通これ2リッターなんですけども、うん、今回の GR86 は 2.4 リッターなんですね、うん、基本的にやっぱ、400cc 上がると、うん、車両の値段もぐっと上がるんですけれども、うん、そうですよね、はい、そこはやはりメーカーの方々が本当に努力をしてくれて、車好き、運転好きの皆さんに対してできるだけ安い値段でみんなにこれを乗ってもらおうという気持ちの表れだと思います、うん、こういう車っていつまで作れるんですか。2030年とは言われてますね、はい、まあ、あと10年ぐらいですか。そうですね、実はこう今トヨタ自動車はガソリンエンジンに代わる新しい、e フュエルだったり、うん、水素という今新しいものを使って未来の水素だったり、うん、で実はですねルーティーレーシング、僕ルーティーレーシングなんですけれども、カローラを使って、うん、ガソリンじゃなくて水素を入れてレースしてるんですね、うん、あ、そうですか。先日実は土屋さんにも乗っていただいてます。速いでしょ。どんなですか。速いっていうか、うん、普通のガソリンエンジンと変わんない。音はしないでしょ。音するの、いい音するの、これがまた音するの。それを作ってるんですか。音が出るように、ね、実は、ガソリンエンジンを水素に変えるだけなので、うん、あ、なるほど。エンジン自体はそのまま使ってるんですよ。そういうことか、はい、それに燃料を、水素入れてるだけなので音はするんですね。でこうエンジンの振動だったり吹き上がりだったりもガソリンと一緒なんですよ。ただ出るのは水だけなんです。水って面白い。普通に車と変わんない。環境には最高ですよね。いや最高にいいでしょ、うん、あとやっぱり車ファンは音も好きですし、うん、振動だったり吹き上がりの感じだったりっていうのがやっぱり好きじゃないですか、うん、そういう中で水素に変わっていくとまだまだこういうレシプロエンジンっていうのが生きてくるのかなっていうふうに。なるほどね、はい、電気だけどちょっとね味気ないところありますよね。そうですね、うん、水素は液体水素で今後なっていくと基本的にガソリンスタンドを水素にできることも可能なんですね、うん、なのでそういうものの置き換えっていうのも需要
未来に対してはできていくんじゃないのかなって、もう勝手な僕の意見なんですけれども、うん、はい、はい、だけど車好きからすればやっぱりね、エンジンの音は重要、大事ですよね、うん、あの佐々木選手なんですけれども、ご自身でもですね、開発ドライバーとしての知見を生かして GR86 のオリジナルパーツを作ってらっしゃるということなんですけれども、はい、はい、本当に僕車好きで、はい、改造も大好きで、チューニングも本当に大好きなんですけれども、うん、やはり今まではですね、既存にあるものをですね、はい、自分の車につけてそれを楽しんでたんですけれども、自分で開発してるんだ、はい、もう自分でデザインをして、うん、スプリングとか、エアロとかそういうのを自分で作っちゃいました。それはどこで売ってるんですか？ GR ガレージで、うん、あ、GR で、トヨタの販売店だったり、うん、GR ガレージで買える、そういうパーツです。いい、ね、はい、見れるんですか？見られるんですよ。見れるの？行きましょうか。持ってきました。持ってきていただいているということなので、はい、じゃあ行きましょう。はい、車の話、番組 YouTube では今回